そういえば。おい、答えてみろ。これだ。いいだろう。やるじゃねえか。お邪魔します。あれ？みんなまだなんだ。春が一番乗りだ。そっか。あ、ならちょうどよかったかも。二人に相談したいことがあったの。うん。どうかしたのか？私、もっとみんなの力になりたいなって思ってて。それで戦力になれるように新しい戦い方を考えたんだけど、ちょっとモナちゃんに協力してほしいことがあって。お、我が輩にね。どうしてもって言うなら仕方ねえな。ありがとう。早速なんだけど、やり方はねっていう感じなんだけど。春、顔に似合わずとんでもねえこと考えるな。あ、無理にじゃなくても別に。よっ、付き合うぜ。せっかくの春の晴れ舞台だ。うん、よろしくね、モナちゃん。星さん、聞いてくれるかな。よし、見てて、私頑張るね。そうだ、春が全然戦えちゃうからつい忘れてたけどさ、仲間になったんだし、ユウスケや誠の時みたいに、ほら。ああ、怪盗のイロハね。教えてなかったわね。よろしくお願いします。やる気あんな。と言っても春の場合、基礎の基礎はもう我が輩が教えてやったしな。他に伝えることといえば、そうだ、フィアンセの彼をやっつけたこと。 あれってお父様の方には悪い影響はないの？それは大丈夫だな。私それ実際やられたけど全然平気。そうなんだ。つうか認知症の人間ってやつ、あれ面白いな。春が見ても分かんないほど瓜二つとか、すげえ。たまたまだよ。普通はもっと見た目も歪んでる。鴨志田の城にいた私なんてほんとひどかったし、美術館にいた俺など人ですらなく絵だったからな。そういえば認知症の私はなぜいないの？どこかにいるのかな？見当たらない理由は、まあいろいろ想像できるわ。どれも多分聞いて気持ちのいい話じゃねえな。そう、暗い想像ばっかすんなって。つか本人の認知一つで景色も人もこんなに変幻自在ならさ、うまく使えば望みの景色に望みの人間がいるドリーム空間とか作れちゃうんじゃね？やっぱパレス伸びしろあるわ。夢広がりまくるわ。まあ今回は相手が悪くて無理そうだけど、いつか試してみようぜ。あ
というか、こんなやりとりが通じるなら改めて教えることなんて別になさそうね。よし、やるか。頼んだわよ、ハル。うん、お父様の書斎にこれを置く。それでお宝が現れるのよね。予告状に気づけばそうなるな。肉親をやるのは怖いか。本当はちょっと。お前自身の怒りを思い出せ。何をすべきか教えてくれる。決行は明日でいいんだよね。よし、今日は夜更かし禁止だな。泣いても笑っても一発勝負。お前たちよろしく頼むぜ。よし。ふむふむ。お？暴利を貪る強欲の滞在人奥村邦和殿、お前の利益と世界的な名声は従業員への非道で成り立っている。故に我々は全ての罪をお前の口から告白させることにした。ふん、心の回答団より。厄介なことになる前に片付けておかねば。回答団から予告状が来ている。警察にくれてやっていい。くどいぞ。警察にくれてやれと言っている。私は不心得者から脅迫を受けたんだ。警察は善良な市民の味方だろうが。私は敗者にはならん。緊急の案件だ。今日中に片付けておけ。みんなに知らせないと。始めようか。
なんだ？どうする？やれやれ。結婚日までバレてんの？今までとは違うパターンだな。自分で予告状を警察に届けるとはふてぶてしいやつだ。よほど改心されない自信があるか、あるいはそもそも警察と癒着していたか。私が言うのもなんだけど、それありそう。ちょ、コメント激増、これ見ろ。やっちまえ怪盗団。つうか回答出てくれんなら何でもいいわ。早くやれ。言いたい放題だな。もはや地位があるやつの土下座をただ見たいだけって空気だ。ゲームや映画じゃないっつうの。手段と目的が完全にすり替わったな。俺たちが娯楽として消費され始めているけど、行くしかねえだろ。今になってやっぱやめたで済むかよ。パレスが存在する以上、奴の欲望は確かに歪んでいる。早いうちに目をつむと思えば。どのみち春の婚約者問題もあるわけだし、やるしか。やらねえと今まで積み上げたもん全部なくなっちまうぞ。私もそれでいいと思う。昨日のお父様の口ぶり、反省は見えなかった。我が輩も龍二と春の意見に賛成だ。確かに大衆が変なこと言ってんのは気にはなるけどな。でも奥村は廃人化の犯人かもしれねえんだ。このままにはしておけねえよ。なんか隠してそう。すごいこと。そうよ、予告状お父様はもう見ちゃったんだし。いつも通りパレスのお宝取ってやろう。
待てよ、おい。あれ、さて、追いつかれちゃったぜ、社長さん。悪かった、私は改心した、この通りだ。お父様。私のイエスマンだったハル、学校も習い事でもお前は私の言いつけ通り、そんなお前が立派になって。急に何？あ、覚えているか、ハル、初めての運動会を仕事で見に行けなかった時、お前は泣いた。それからだったか、お前が口答えしなくなったのは。正直を言うと逆に心配だった。でもお前は私に立てついた、自立を果たしたのだ。ああ、父としてこれほど嬉しいことがあるか。そんな昔のことをまだ覚えて。あの頃お父様は美味しいものを作るために必死で、人を喜ばせたいという夢を描いていた。どうして変わってしまったの？許してくれ、ハル。お宝を盗まれたら私はもう終わりなんだ。やめてくれ、ご承諾だ、頼む。お父様、もう終わりにしましょう。おお、ハル、なんとバカな女だ。孫が裏切ってでも取り返せ。我が家訓だ、蹴落とす冷徹さこそビジネス。上だの仁義だのは敗者の言葉だ。正義を拝んで勝負に負けて、どこに幸せがある。人の心をすりつぶして得た利益で誰が幸せになるんです。破れるよりはいい、負債まみれのあの惨めさよりな。間もなく私は正解へと漕ぎ出す、世界の上流へ、ユートピアへ、歴史に名を馳せるのだ。ハル、決めろ、そいつらを捨てればこの船に乗せてやる。居座っても騎士と共に木っ端みじんだぞ。どうする？愚かな。ノアル！そこのお前はどうだ、生きて出たいだろう？乗せてやろうか。本当はそいつらと対立してるんだろう。ふん、覗いてやがったか。一緒にいても得にならない、そう思ったんだろう。お前は正しい、そいつらを売れ、利益のために切り捨てろ。スイッチもくれてやる、離陸の後でな。では取引だ、10秒待ってやる。タイムイズマネーだ。なめられたもんだな。損得が全て。悲しいな、社長さんよ。春と17年も共に暮らしてまだ気づけないのか。この世には金や名誉に変えられないもんが山ほどある。一人だけ助かって何の意味があんだ。こいつらの代わりなんてどこにもいない。お前の提案は花から取引になっちゃいねえのさ。うわ、当たった、我が輩すげえ、すげえモナカっけ。全部持ってきやがって。お父様、交渉決裂だな。虫けらごとき、発進までの間に始末してくれ。受けて立つ。当然。おのれ、生かして解散。おこんな夫婦の助けに来る。お父様、観念してください。観念だと？そういうことは我が社の精鋭を下してから言え。行け、社員ども、私の勝利の礎となれ。さあ我が社員たちよ、デトラメに狙ってはキリがない、一人ずつ確実に仕留めるのだ。まずはあいつだ、あいつから狙え。
娘の顔をしたあのマナヨウだ。手下たちが壁になってる。全部倒してあいつを直接攻撃するんだ。あとは頼むわ。前に出るよ。またカウンターが始まった。はしごでにやりたい。まったく使えん社員どもが。まだまだ会社への忠誠心が足りんようだな。よし、はい。お前が社員どもにあるべき姿を教えてやれ。はい、お父様。え、私？私のハルは教えを忠実に守っているからな。そちらのまがいものとは違うのだ。つまりあれはお父様の認知症の私。おい、動揺するなよ。いいか、とにかく奥村を倒せば解決するんだ。一気に型をつけるぞ。そうはいかん。我が社の力を舐めてもらっては困るな。社員ども続け。おい、社員ども。まだいるの？全てをマンパワーで解決する。それが我が社の強みなのだ。他人を犠牲にした幸せなんて。よし、動きます。次、窓枠。ち、賊の分際で。係長、こいつらをどうにかしろ。仕事の時間だぞ。行くぞ。チャンスよ。バトンタッチで交代して。私は今じゃないわ。ベルトラ。ヨハンナ。おい課長、不正だけの若造どもを蹴散らせ。仕事の時間だぞ。小袖の風情に我が社の、いや私の邪魔などさせん。お父様の言葉は絶対です。それでこそ私の娘だ。私も胸を張って仕事ができる。行くぞ。敗北を認めろ。ジョーカー、防御力が下がってる。責任者はまだ終わらないぞ。ベルソナ、アマ、トップガン。おお、ジョーカーか。やってやる。いただいていく。今すぐ来い部長。我が社の強み、人材層の厚さを見せつけてやれ。来い社員ども。ノルマをくれてやる。ファンサー、ペルソナ防御力が下がってるよ。やるわ。
よし。専務何をしている。やり方は手ぬるいぞ。もっと働け、もっと貢献しろ。我が社の命運は貴様の働き次第だぞ。小所得の不自由に我が社の、いや私の邪魔などさせん。お父様の言葉は絶対です。そうだハル、敵を蹴落とすことにためらいなど不要だ。敗北を認めろ。行くぞ。ハンターがスナック状態。パワーダウンして力が出ないよ。私のやり方に異を唱える者は徹底的に排除する。お父様の言葉は絶対です。それでこそ私の娘だ。私も胸を張って仕事ができる。行くぞ。敗北を認めろ。
せぬ。敗北など許さぬぞ。貴様は我が社の名を背負っているのだ。命に代えても連中を倒せ。ペルソナ、これで。そう、これで。ペルソナ。オグラ様。セロヌまで。誰か、誰かいないのか。どうして誰も来ないのだ。お父様、社員さんたちにも見放されてしまったのですね。決着をつけましょう、ジョーカー。くそ、こうなったら。ハル、お前が行け。我が社の意向を知らしめてやるのだ。はい、お父様。奥村フーズは私が倒れたら終わりだ。お前ならわかるだろう、ハル。もちろんです、お父様。ならば身を挺して死んでも私を守れ。承知いたしました、お父様。人形みたいにうなずくことしかできない、ただの道具。それがお父様にとっての私。お父様のために。ペルソナ、私の夢が。こうなったら仕方がない。自爆だ、ハル。自爆して賊どもを吹き飛ばすのだ。奥村のやつ、実の娘すら犠牲にする気か。みんな、自爆される前に壊しましょう。でもノワール、あれは。私はもうお父様の言いなりだった私じゃない。本物の私はここにいる。反射精神を見せろ。もうカウントが半分過ぎてるぞ。来い。そうじゃない。山物は排除。山物は排除。お父様、春をもってしても仕留められないと。誰でもいい。誰かいないのか。お父様、決着をつけましょう。覚悟。まだまだ。待ちなさい。見とけよ、おい。
この技、早く使いたいものだな。見て見て、新技だよ。所詮敗北者の血筋か。彼との縁談は私から断りを入れる。もう奥村フーズは終わりかもしれない。申し訳ない、ハル。お父様。精神暴走事件と廃人か、お前の仕業なんだろ。確かに私は会社を成長させるために、商売敵を潰すために多額の金を払ってきた。やったのかどうかって聞いてんだ。私はやってない。契約があり排除を依頼しただけだ。依頼？じゃあやはり想像してたような悪党が本当にいるってことか。やっぱり。誰とどんな契約です？泣いてねえで話してくれって。くそ、こんな時に。社長さんよ、あれ止めらんねえのか。仕方ない、こんなところで命は捨てらんねえ。見ろ、あれだ。お宝、確かに頂戴したぜ。あれ？最後に教えてくれ、その悪党の顔を見たのか。もう聞く時間なさげじゃね。現実世界で問いただせばいいわ。アーサー、お父様は連れて行かなくていいの？心配ない、グズグズしてると我が輩たちの方がおたぶつだぜ。自分の責任は自分にしか果たせない。お父様が教えてくれたことです。私のピュー。間に合うか。無理っぽいっていうか無理。モナ、頼んだ。モルガナ、お宝取るとき普通だったね。そうだった？廃人化の真相は分からずじまいだったな。奥村は犯人じゃなかったけど、排除を依頼って言ってた。あれ、犯人を知ってるってことだよな。うん、お母さん。これお宝の正体ってプラモ？どうしたの？お父様、あんな風になる前に話してくれたことがあるの。子供の頃どうしても欲しかったプラモデルがあったって。でもおじい様にねだっても結局買ってもらえなかったらしくて。プラモとか1000個くらい買えそうじゃん、ハルンチ。奥村フーズは3代続いてるんだけど、おじい様の代までは本当に小さな会社で、おまけにおじい様、
かなりの人情経営だったの。知り合いにも無担保でお金を貸したり。お父様が子供の頃はよく家に借金取りが来てたみたい。その反動か、奥村が他人を犠牲にしてでも自分の幸せを追求し続けたのは。うわぁ、プラモ、やばい。これはいい値段だな。趣味の品はこうなることもあると聞くが、プラスチックにどんだけ金出すわけ。ところで、改心って具体的にはいつ起きるの？近いうちってとこだな。まあ今は奥村が改心するまでの様子見だな。奥村が改心すればきっと廃人化の犯人もわかるはずだ。いい、先生の描いた通りですよ。怪盗団が奥村を狙うことも、改心を成し遂げることも。都合のいい財布が一つ減りはしたものの、つながりが明るみに出るリスクに比べれば、奥村はもともと正解という器ではなかったのに。おとなしくしていればいいものを。抜かりありません。彼に処理は依頼してあります。しかるべきタイミングで廃人化を起こす手はずとのことです。不出来な身内と怪盗団の大掃除、一石二鳥とはまさにこのことですよ。我が輩さ、今回はちょっと反省してるぜ。自分が何者かとか、他より劣ってるとか、うじうじしちまった。美学や芯がなかったのは若輩自身だったよな。ありがとな。人間ってことに固執してたのはやっぱり目的が欲しかったからだと思う。目的っていうか、もっと大きな生きる意味っていうの。でも怪盗団って居場所がある今、自分が何をしたいのかつかめたぜ。わかるか？それもゆくゆくはな。自分の居場所って決めたからには、我が輩もこの怪盗団を盛り上げる。つまり我が輩たちの目的は一致してるというわけだ。これからは出し惜しみなく協力してやるぜ。お前も気張れよ。我が輩に損させんじゃねえぞ。よし。それに安堵のにも喜んでほしいしな。我が輩の活躍であの子が幸せになるならそれで十分なのさ。それまだ続くのとか、そんなこと思ってねえよな。さてと。またね。